こんばんはそしてこんにちはこんにちはぐるぐるたもんてはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますまああのぐるぐるたもんてこれ五回目ぐらいになるんだろかそうですね五回目ですねまたねあのおメールをおメールをいただいておりますのでありがとうございますちょっと読んでいいですかはいお願いします、えーす先々週はいおメールいただきましたキムチさんはい NRS ラジオ金曜日夜8時30分からのビーンズバーで、はい、バーテンダーを務めるキムチさんですねから、はい、ありがとうキムチよりというメールをいただいております2<ー>、えー、二人の天のジャクさんこんにちはこんにちはアンナちゃん先日はキムチの質問に答えていただきありがとうございましたいえいえやはりなさぬ中のコミュニケーションは難しいなと思いますねほ<う>でも 遠慮しないで自分を出せているアンナちゃんはよろしいです。はい。しかし我慢できないことがたまってきたときは、ぜひともおばたちに話しに来てください。またたく間に成敗してみせます。ではでは。優しい。優しい。優しい。え？うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。優しみ。なんかね、あのまあ、お礼をいただいたっていうのも非常にありがたいですし。はい。 ちゃんと聞いてこうエールまで送ってくれたじゃないですか。本当ですね。はい。ええ、ありがとうございます、金木さん。またね、これずに何かあのぐるぐる考えたいなということがあったときはおメールいただきたいと。そうですね。他の皆さんもね。はい。そうですね。おメールいただければなと。はい。今のとここう三週ぐらい連続でおメールいただいているので、嬉しい。こんな感じでやっていきたいなと思います。そうですね。はい。 こんな感じでねやっていくためにはおメールいただかないといけませんから、ね、そうそうそう、うん、あの脱力系だじゃないなんかどちらかというとさ<ー>だからやっぱそういうおメールとかいただくと、はい、なんかやっぱこうな話もさそうですね弾んでね、うん、弾んでいく感じが、うんまあ、なさぬ中のコミュニケーションっていうねなさぬ中ってどういうことですかままああんまりなんりななていうかなこうその 深い中じゃないって言い方はまた違うのかもしれないけど<ー>その血縁とかじゃないみたいななるほどねあとまあ,あの世代が違うとかそういうそもそも持っているバックグラウンドが違う者同士の中っていう言い方をすると<ー>一般的かななるほどねと思いますけどね、うん、まあそういうコミュニケーションはさ、うん、あるよね。 他にもささあもうそれがいいっぱいですよね、うん、もう言ってしまえば自分以外の誰かとなると、うん、みんなね,ねもはやそうだよね、うん、なんか「そうかそうか家族だからわかるでしょう、うん、恋人だからわかるでしょう」うん、みたいな言葉の使い方ってさ、うん、もう割と幻想かもね。うん そうですねわからなないもんな割とみんなやっぱ前提は共有してないって感じがするそうですねうんまあだからだからっていうかまあそれが原因で喧嘩になったりね、うん、することも多いですしね確かにねうん喧嘩ってさ、はい、アンナはよくこの人生の中でしましたか <laughs> 喧嘩ね うんまあよくかどうかは分からないですけどまあしましたねああそうはいどんな喧嘩するんですかどんな喧嘩うんあ喧嘩にもほらいろいろあるじゃないですかあのあ<ー>クローズゼロみたいな喧嘩からはいあ<の>あ殴り合いってことですか <laughs> あ,<ー>あのすごいちわ喧嘩みたいなのまでさなるほどねうんまあクローズゼロみたいな喧嘩で言ったらやっぱちっちゃい頃ですよねああそううん まあ、ちっちゃい頃は皆さんそうなんじゃないですか手を出しませんああそうかもねよく覚えてないけどなんかあの私は3姉妹だったんですけど、うん、あの姉とやってましたねあ特組み合いの喧嘩カときょいのね、はい、もうさでも大人から見たらじゃれだよねそっかそうですねそう,<ー>そうですね確かにねかわいいってなりますもんねなるうん 喧喧嘩嘩っていう喧嘩つまりさもう本当に倹悪になって、はい、もうつまり相手にその怒りうん、うん、憎悪すら感じるみたいなさあ<ー>ことよまあ憎悪を感じなくても怒りで、はい、やっぱこう大きな声を出してバーンって言ったりまあその大きな声はさいろんな場面であなた出してるかもしれないですけどあのまあ例えば手を出すとかうーんっていうのがさまあ,ある程度じゃあ、うん のミドルティー以上15はい、はい、1 5六6以上とかになってもあるかっていう、うん、ああそれはありますねあそう、うん、それ憎悪っていうかなんか、うん、そうねまあ怒りでもね怒りね、うんうん、怒りはまあでもその夫婦感でありますねそれはああなるほどね、うん、ただ例えば友達みたいな関係では あんまり部活とかならあったけど、うん、友達みたいなのとか家族とかもなかったかなああったかなあったああそうあ,ありましたねそういえば姉と姉と12年もう本当数年間口きかないっていうのがありましたねそれは相当やね<笑><笑><い>あるやん <laughs> ありましたありましたそうそうそう そ,そうかそれはもう仲直りはしたんですか、うん、仲直りっていうかまあ普通に戻ったって感じで自然と戻っていったんですけど、うん、私がそれなんでそうなったかって言ったら、うん、私が高校す大学受験の時だったと思うんですけど、うん、あの部屋で勉強してたんですよでその時あの M D MD ウォークマンが主流だった時だったのかな。 で、あの、その姉、いあの姉が、姉の MD ウォークマンを借りてたんですよ、しばらく、長いこと。うん、で、まあそれを借りて私は音楽聴いたりしてたんですけど、なんか姉がこう、突然私が勉強してる時に、なんかノックもせずに入ってきて、ちょっと MD ウォークマン返して、みたいな感じで言ってきたんですね。で、私はちょっと勉強中で、ちょっとそれがうるさかったんで、うん、あの、 ちょっともうその辺にあるみたいな感じで <laughs> <laughs> 自分で勝手に撮ってみたいな感じで <laughs> 言ってはいはい、はい、まああり,ありそうな話でまあ部屋散らかってたんでこう床のどっかにあるって感じで私はこう言ったら、うん、そしたら姉も多分その時ちょっとイライラしてたみたいではい、はい、なんかもうどこ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 ,どこみたいな感じですごい私の床のに散らばったものたちをなんか。 ごごちゃごちゃゃ投んていうんですか,なんかその <laughs> どんだけ散らかっとんやんって感じやけどどこ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 みたいになってなんか散らかし始めたからああ私もさらにこうう本当に集中したいのにうるさいみたいな感じになっちゃって、うん、な,んかなんかねその時にあそう姉がもうすぐ家を出ていくみたいな。 あそういうタイミングだったのかな就職だからなんてだ,だから私がその時姉に対してなんかもうさっさと出てけみたいな感じで <laughs> 大声で <laughs> 叫んだらあの父親がその大声を聞きつけて部屋に入ってきてはい、はい、そんなこと言うなみたいな感じで <laughs> 怒られて <laughs> でそっから。 ずっと口聞かなくなくりましたね <laughs> へそ<ー>そそうそうそうすごいなんかねでも私それそんなさっさと出てけって言ったのは、うん、その時のそのピンポイントでそこに切れてたっていうよりもまあいろいろなんか姉に思うことがあのその時、まあ、今思ったら違うけど、はいうん、おあったんですよその時は。 まあなんかいろんな,なんかこうその当時の私にとっての恨みみたいなのがちょっとあったりして、うん、それもが全部合わさってさっさと出てけって言っちゃったんですよねだからお,そのお父さんも多分そういうことを何となく分かってるから、まあ、そんなこと言うなってそれはまあ私に対してもだしあの姉をかばうってことでも、うん、そういったのは今は分かるんですけどね。 なるほどね、今となってはわかるなんかそうかまあ些細な話じゃない今の話はさ <laughs>、はい、でもなんだろうなその理由は些細でも、うん、そのけん,けんかっていうか、うん、があったことをさ、うん、今こうして振り返れてるっていうのはいいよねなんかそうですねだし もしそこで爆発してなかったらさ、うん、またどっかでた爆発するじゃないまあそうかもしれないですねうん、うん、いやよく思うんですよこの数年、うん、やっぱそういうものは早めに爆発させられた方がいいと思う、うん、たまるとねやっぱ人間の思いも食べ物とかと一緒で腐っていくだと思うんですよ、うん、でな原型が何だったか分からなくなっていくで それがこうトラブルとか、うんうん、なんか良くない関係に繋がっていくみたいなことがあると思う。なるほど、それはあのトラさんのセリフにあるみたいなことですね。あ,あ、そうですか。あります。出てるんですか、すトラさん,、うん。なんかね、ちょっとあの正確なあれ忘れましたけど、うん、なんかずっと同じものずっと口の中に。 入れてんじゃねえよみたいな口の中でうんこになりますよっていうセリフがあって、うん、あ私それすごい大好きな言葉なんですけどいい、うん、なんかすごい良くないですかそれだね本当。そ、うん、そうそうそう。すごいいい表現だしかも、うん、いやそうそううんこになるのよそうですね、うん、でそれがもともと何だったかもやっぱわかんなくてただなんか気持ち悪いという感じだけが残り、うん、なんかこううまくいかなくなっていくみたいなことが多分あるんだよね、うんうん だからまあ今、振り返れていることもそうだけど、うん、その時にまあちょっとひょっとしたら何年も口きかなくなったってことはさ、うん、もう遅かったのかもしれないけどうん、うん、でも、爆発したというのはさ、うん、いいしなんか大体恨みっこなしになるじゃん時が経つとそうですねわってやっとけばううん、うん、そうねあります うんそういうなんかね喧<嘩>いやこれいや、ま、ないわけじゃないのかもしれないけどな、うん、ないないあの割とねその怒れないみたいなのは悩みでもあるっていうこともあってなんかこうスポーツとかやってる時のもうめっちゃでかい声出してみたいなのはある、はいうんだけどその日常生活の中でいわゆる喧嘩うん、うん とかはねなんかうまくできないんだよね俺はねなんかそれはあるし分かんない、うん、これはさ、うん、嫌な話は大体忘れてるみたいなことかもしれないから<ー>いや俺はめちゃくちゃ怒られてもうすげえ勢いで怒られて殴られたことあるよみたいな人が世にいるかもしれないその時はちょっとおメールいただきたいんですけどああそうで、ね、<laughs> <laughs> でも記憶の中ではまあほとんど まあ、子供の時にどうこうみたいなのはいくつか本当数えるほどあるけどほらあの弟さんがいらっしゃるじゃないですかまあ年の離れたね、うん、弟がいますけど、まあ、弟をぶち切れてぶん殴ったことがあるみたいなのは、まあ、中学生ぐらいまでじゃないかと思う<ー>あとはあの、うん、起こされた時に <laughs> 俺あの 当時はやっぱ高校生くらいの時まではす今は全然ないけど朝すごい弱かったので、うん、起こしに来たやつを自動的に殴るみたいな機能があった時期が、ね、<laughs> <laughs> あってね。これはもう俺は覚えてないんですよ。それで一回弟と殴ったことある最かわいそう <laughs> かわいそう何一つ1ミリも悪くないのに、ね、1ミリも悪くないなんならさ起こしに来たのは自分の意思じゃないじゃない、うん、多分起こし行っておいでって言われて来てるのに、ねうん、なんか多分 <laughs> 殴ったあのだからんかさ「て!」とか言っとるので目が覚めるじゃない?うん「土砂糖」みたいなこっちは。なるほどねまあ起こされて怒る気持ちはちょっと分かるのは分かる。 わかりまますけどまあでもさ、うん、そういうのやる時点でストレス溜まってたんだろうなって気はするよ、うん、今考えれば。あ起,こされ起こされたぐらいでさ人を殴るだなんてさ異常や。あ<ー>うんなもうなんかよっぽどなんか体力かストレスかが溜まってたんやろうなって気はする。盛んな時期だったからね、やっぱいろんなそう,、ね、そうですね、うん、だ,からだろうとは思うけど。そ いやほでも本当ね怒る喧嘩喧嘩をだからしたいんです、うん、<laughs> いやめ今すごいしたいんですって言いながらすごいなんかこうドヤ顔っていうかで見てきましたけど、うん、願ってる<ー>だからその、うん、でもこれはさ喧嘩をする相手を、うん、その喧嘩ができる相手を見つければいいのかあーなるほどねもう誰でもいいから、うん、本当なんかイラッとしたら怒ればいいのか <laughs> はっみたいな。 でも心の中で思,思ったりしないんですか例えばその瞬間的にあるあるどす黒いその言葉にならないけどなんかこうカッってなってるみたいな<ー>でそれが漏れ出てるよ、うんうん、いろんな形でなんか怒ってるのは相手には伝わったりはすると思う<ー>でもそれをこう激しい形で出せない<ー>な,んかなんかちょっとこう。 じわっていう言い方をしたりとかあ<ー>するねで最近なんか何年か前に一時期だけあんまりなんか仲良くなくなったなって思った人がいてその人と最近喋ってたのうん、うん。で俺あの時すごいあ,のあなたにイライラしてたって話をしたんだけどただねどう見えてたのだろうと思ったらねいややっぱそうは見えてなかったみたいであのっていうのは。 俺がその人に対してイライラするみたいなことを持つはずがないって思ってたっつってなん,かなんか相手から見たら俺より下にいるっていう風に自分の認識を持ってたみたいでだから上の人がイライラしてくれるみたいなことがそもそもあるわけがないって思ってたっつってて。 うんこれはなんかあるこれもねじれた感覚だなとはちょっと思ったんだけどそううあ対等に話す中ではないみたいなだからまあうんそういうふうに思われてたんだろうね当時。でも俺はさ普通にあの人に対してこう上下みたいなあんまりその関心がないから、うん、イライラもしてるんだよ。 イライラもするし、うん、すごいなとも思うしその時その時の感情を持ってるんだけどですごいなのを出,し出す時はさ普通に素直に出せるんだけど、うんうん、やっぱイライラはね出すの難しいんだよ。あなるほどあなたはさイライラしてるのすぐわかるじゃん。じゃなちょっと、ね、教えをこいたい。あ どうしたらそれが出るかですか <laughs> どうしたらイライラ <laughs> まあ私も出そうと思って出してるじゃないですもんねまあそうだよねまあでもだからといって逆にあんまり出したくないとは思ってないかも <laughs> ああそうかう <ん S 2> そうかそうかそもそもね <うん S 2> ああまあそりゃそうだよなまあそうねう <ん S 1> でもそのイラッとかした時にそれをこう顔とか態度に前面に出すのも あのまああんま良くないっていうか、まあ、自分が損してる場面めちゃくちゃありそうだなって思いますねそれによっていろんなことを逃してきたりもしたんだろうなとは思いますね、うんうん、それはあるかもね、うん、あそうだじゃあさ、うん、前提として、うん、そのイライラするっていうこと自体はそんなに多くなくていいと思うんだよ。例えばお店に行って、うん 店員さんからなんかがミスったとして全然イライラしないじゃんあ、しないんだよでもイライラしてる人いるじゃん四人はさ何とかとかって文句いいよみたいなああいうのはさいや、いらないイライラだなと思うんだけどまあそれは人によるよでもそのなんかイライラを表に出せるようになりたいからといってイライラしたいわけではないああねね、ねそそううですイイララしたい っていうのはそう,かそういう欲望じゃなくて、うん、適切なところでそれを相手にぶつけたいみたいな、うん、そうねうんそうだから、うん、まあだからそのイライラを別にむやみに増やしたいっていう気持ちはないです<笑><笑>でもなんかイライラをそのも,うもししたときはさやっぱ出すっていう<ー>なんかね無意識にアンガーマネジメントをしようとしちゃうんですよ。<ー> 大体、あのーまあ、大抵のイライラの原因はお腹空いてるなんだけどだから、なんか甘いもんでも食べりゃいいかみたいなとか、うん、長く一緒にいる人とかにはさうん、うん、なんかちょっとなんかお菓子とか食べさせたら大体大丈夫だからって言ってお <laughs> <laughs>、はい、くんだよ。なるほどねそれによってさ軽減されていくじゃないです、はい、からやっぱ。 でもそれで本当に俺の中に溜まっていたものは解消されてるんだろうかっていうのは分かんない。あの論理的には解消されてるよ。こうだこうだって理解してさあまあこうだよなっつって軽いものにしていくんだけどひょっとしたらなんかキャッシュみたいなものがやっぱパソコンでもアプリ消したらさなんかゴミが残るんだよ。それが溜まっていくと動きが悪くなるからたまにキャッシュクリアみたいなのするんだけど。 そういうことってないのかかななとか思うなるほどねー自分あなんか傷つくのが怖いとかじゃないですか俺がね、うん、ああなるほどそういう見方もあるのかなんかゆこうぶつけたことで、うん、まあだから相手を傷つけるのも怖いし、うん、自分が傷つくのも怖いみたいな。 あそれはあるかもね言ったことでまあ相手に結構ダメージをあれしちゃうかもしれないしそれを投げ返されたことでもダメージを受ける、うん、し、うん、とかなるほどねそれはなんか一つあるかもまあつまりさ、うん、ちょっとこう、まあ、平和に <laughs> 平和にという言い方はあれだけどうん、うん、穏やかにしておきたいみたいな感覚があるのかもしれないけど,どでもやっぱ一方でその喧嘩し,て、うん、したいみたいな話はさうん、うん、これ一方で根強くあるのは、うん、ものすごいもう本当になんか戦場みたいな状況も好きなのよ、うん、両方を持っててこれを行き来してるっていうかだ、うん、からなんか常に誰かとバシバシやり合ってるみたいな状況。 だから大変な時とか疲れてる時辛い時の解消法は、うん、とにかくめちゃめちゃなんかそういう人たちと議論するかは<ー>まあ頭とか体を動かしまくるっていう休むことによって回復しないんだよねだから癒しになるんですね、それが、あのー、アドレナリンが出るからどうでもよくなるのいろんなことあなるほどねでその間、終わってる。 でそのアドレナリンが出た出力満タンの状態で向き合うと大体の問題が米みたいになるからもうプツっていって潰せるようになるみたいなのはあるんだよでもなんかこれも良くないだろうなってちょっと思ってて疲れるじゃない, <laughs> すごいそれはそのス,スポーツでも同じようなこと起きるんですかスポーツで戦う それとは違うんですか誰かとバチバチやり合うっていうのはそうってそうそう感覚は近いと思うだからもう一生懸命スポーツして最近本当一生懸命スポーツすることなんか全然ないけどかつて部活をやってた時とかのことを考えるとやっぱ全然その性格自体が違うと思うスポーツしてる時はうんに声めちゃくちゃ大きくなるしうん なんかちょっとやっぱ相当、うん、激しいは<ー>殺すぐらいのつもるほどね僕はサッカーしてましたけどあの周りのやつ全員殺すみたいな気持ちでピッチにはいつも立ってたのではいはい、はい、なるほど、うん、それをじゃあスポーツ、まあ、殺すっていうのはあれだけどそれぐらいバチバチやりたい、うん 欲求もあるってことですね、その別にスポーツ以外でも。うんだから最近やっぱりあれかな、今聞いてたら思ってさ、うん、これしょうもない話だなって、だんだん自分で思い始めてんだけど、うん、この5分ぐらいさ、えー、<laughs> <laughs> この話、<laughs> しょうもない話してるなと思ってんだけど、そのスポーツとかあんまり一生懸命やってないじゃない今、うん、うんうん。なんかやっぱ、かつてやっていたものがさ、うん、ないから、うん バランスが取れてないのかもね<ー>昔はもっと怒ってたのかもしれないひょっとしたら<ー>普通にはい、はい、だからいろんなものがバランスよく出てたのかもしれない<ー>なって気もする,なるほどまあでもわかんないねこればっかりでも過去は幻想ですから <laughs> そうですねなるほどねしてますよ <laughs> でもほらあでもでもじゃないけど、あのー、そう私ちょうどそのあのー なんか別にこれやってもやらなくてもいいんですけど、うん、このラジオで、うん、2>, その2人でディベートするっていうのを収録するっていうの面白そうだなと思ってたんですよねあやってみますか。って思ったのは何でかっていうと、うん、あんまり、あのー、意見が、うん、こう分かれることなくないですか今まで話しててあ確かにね。うん あんまりないね、うん、いやだからそのちょっと何かテーマ決めて、うん、そういうのをやってみるっていうのもまああの<ー>自分自身の勉強にもなるしいいかもね、うん、やってみようそれやろうよ、うん、ディベートはさつまりあれでしょえっと立場を決めて、うん、自分がその立場だということを決めて、うん えと振る舞うことうん、うん、だからつまり自分の意思を表明するのではなくて、うん、決まった立場を、まあ、ある種演じるっていう議論の方法だよねうんうんうんにかもね確かにななんとなくさ、うん、違う意見でも、うん、まあそうう違うっていうことを理解して、うん、自分の意見を言うみたいなことをさ、うん、やりすぎなんだよ日頃俺多分だからうん、うん がちゃんと違うっていう立場でやるっていうのをやりたい、はい、ああはいはいそう <laughs> 俺たちは違うっていうことをちゃんとこうそ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 うってかそうてかそういやでもねそう私もなんかそう、あのー、割と凝り固まっちゃうんで私結構そのこれが正しいっていうふうに自分の中で思ったらなかなかやっぱりその反対の意見を、うん なんか噛み砕くことができないっていうか、うん、やっぱりこう頭からもう否定しちゃうところがあってだからなんかよくわかってないのにそんなこと言わんでみたいな相手からしたら多分、うんうん、なんかそういうことが多くってうん、うん、あるよねそう,うんうんそれはわかる、あのー、俺もそういうことはあるだからやっぱ違う意見を言われた時にちょっと まあこれなんか何回目かの回でも話しましたけど、うん、ちょっと怒ったりとかしちゃうで別にそなんかこう反対の意見言われたわけじゃないのに自分の意見を否定されたような気持ちになるとか,、うん、なんかそうそうそういうなんかじゃなくてもうちょっとこう自分の意見を持ちつつももうちょっと対話できる姿勢でいたいなみたいな。 そうだね、うん、だからその、なんかディベートとかはちょっと練習したいなとは思ってたんですよね。やりましょうよ、うん、ディベート。なんか去年、一昨年ぐらいからディベートをやろうみたいなことをさ、この界隈でもちょっとゆったりして。 なんか実際にやれるかもなみたいなこととかもあったりしてたんだけどさうん、うん、コロナでうまくいかないとかはい、はい、そうだよねラジオでやればいいんだよぐるぐるたもんてんとちょっと相性がいいのか悪いのかは分かりませんけど短いディベートしてさ、うん、その後こうそれについて話したりしてもい,いかもねそうねそれでちょっとイライラして険悪になるかもしれないですけどね。 <laughs> そうね <laughs> そうか今ののあなんか怖って思ったのが喧嘩できない理由かもしれないあ、ね、あ。<laughs> うん、そこであの上等やみたいな <laughs> あ<ー> <laughs> あ。あもういや、それはちょっと嫌やなってちょっと思ったもんあ本当ですか <laughs> 確かになんかちょっとその怒りの部分を見せるとなんかいつもなんか怖って言いますよね怖いもん <laughs> ねえ 人が怒っているっていうのを負の感情だって自動的にちょっと思ってるのかなって今日思った、うん、なるほどね、うん、光の感情っていうのは何でしょうね自分があんまりそのモードを長く保ったりできない、うん、だからさ何日も怒ってるみたいなの全然理解できまいああ私もちょっとそれは無理結構バーンっていってヒ、うん、ゃンってもうなんか 次の瞬間には変わってるぐらいのさならまあまだわかるんだけどでもそれはね、うん、あのその相手の、うん、ほ矛先のその相手の人を結構困らせますけどねあそう、うん、いやほらだってこうそんなさっきまで怒ってたのにっていう、うん、ちょっと戸惑うじゃないですかあ<ー>あでもそうでもないのかな,そうでもない怒ってたあ、まあま 俺はもうあーよかったよかったみたいなう <laughs> もう怒るの終わるみたいな確かに確かに嘘ですね <laughs> あーよかったよかったどうしようかと思ったよもうこのままやっとしたらっていう気持ち <laughs> なるほどね、うん、そうねそうね確かに怒りをずっと待ち続けるっていうのはその本人もちょっとね、うん、辛いですよね結構ねまあもちろんその過去にこのこれは譲れないなみたいな話題をさ、うん、その,の中で相手が怒り、うん ここで折れるわけにはいいかないみたいな時にそのまま話し続けたっていうことは記憶の中でもあるけどでも少ないし大体のことは大体まあいいかみたいなことが多いなと思ってるからさ相手が怒るほどっていうことは相当相手の中で何かあるしそこを尊重できると思うし相手が怒ってなくて みたいやいや今その相手が怒るってことはその相当なものだと思うしっていうじゃないですかな、はい、なんか自分にとって相当なものだからそう思うんだろうなと思っていやなんかそれ私から<ー>するとまあ人によりますねなかなか怒らない例えば森生さんが燃えるように怒ってたら おあ相当なことだっていうのは確かに思うけど自分の怒りに関しては相当な時もあるけど私結構その瞬間的なんですよで、うん、そのし次の瞬間ちょっと面白いこととかが起きちゃうと笑ったりしちゃう確かにねでそれで一気に冷めたりするんですよはいはい覚えがあります、ね、<笑><笑>あ,ありますかはいはいはいはすはいませんね、そんないといりましいいやいや全然いいですよ。あ,<ー>あのうんあだってほら。 受け取る側としてはさうん、うん、安心してるからあよかったよかった怒るの終わったと思って <laughs> そうやけんねその相当なことやなっていうふうに受け取るからなるほどねそもそもね、うん、あそうかそれはいいのかなんかちょっと怒ってるだけかもしれないぐらいでもうちょっとちゃんと見ればいいんだねよく見てないんだよね怒った時の人ひょっとしたら。 どううなんでししょね難い怒ってるっていうのを見た時点ちょっとも嫌だからさ大体 <あー S 2> もうこれはまあどうでもいいなって思ったらごめんごめんって言うもんねああでもそれはそれはだめだと思ういやだってごめんって思ってないじゃないですかそれのねもうもういいいいってもう納得それでもう <あー S 2> OK な<の>あでも多分それは納得してないんですよそのなるほど<か>溜まってるねこれ。 はは <laughs> いやだからやっぱりその言い合いになっちゃってもいいから思ってることを言ってくれないと、うん、こっちも怒った斐がないじゃないですか。そうあなるほど。うん、はあ<ー>。だからそれで何もちょっと話し合いをはしょったように見えるんですよねこっちからすると。そううだろうねうん、うん、それでなんかそれでお収,、ま、収めようとしとるみたいな感じに捉えて。うん、うん ちょっと勉強になるそなるそ,そういうことか、うん、だからそのこうこ,うことを荒立てるみたいなことをしないようにすることがこう平和なわけじゃないじゃないですか確かにそうなんだよ、うん、やっぱ鼻だなでただ多分テンション的に森重さんは。 苦手なんでしょうねその激しい感じのテンションがそこを普通に話したいけど、うんうん、相手がヒートアップしてるとちょっと冷静に話せんなって思って一旦ここはみたいな感じになるのかなそれはねある、うん、だからその割とその仕事能だなと思うのは、うん、仕事の場合は、うん、どこかにやっぱ着地させるってことを考えるじゃないうん、うん なんか仕事の時に相手が怒ってるからといって、うん、どうでもいいやと思うみたいなことはないその時はもう当あのサイコパス並みに無視してるけどでもその普通の関係っていうことになると、うん、なんかそうそうなんかどこかに行かなきゃいけないわけじゃないんだよねなのにやっぱどこかに行かせようとするからうん、うん、ちょっとこう。 何そのちゃんと話そうっていう気持ちに今これは、まあ、話しても無駄だなみたいな感じになるのは確かにそうかもまあでもいいんだよねその瞬間の,そのやや言ってるってことがでいいんだだ,まあだからその森生さんの言うのも一理ありますよね確かに冷静じゃないとなかなか話せないっていうのもあるけど、うん、話してるうちに冷静になってくるっていう。 流れもありますからねその<ー>最初は「ああ!」って言い合いし,してたけどだんだんそれがちゃんと会話になってくるみたいな時もあるしなるほどねそりゃそうかもね。うん、で話してるうちにあれちょっとなんで怒りよったっけみたいになる時もあるしはいはい <laughs> いっぱい、あのー、映画で見たことあるそういうのをわわわやってる中でこうヒートダウンしてすごい。 けらけら笑っちゃうみたいなさシーすごいね。うん、すごいなんか自分のなんか今人間性のなさみたいなものを感じね <laughs>。この<ー>この部分において、本当<ー>欠けてるね。うん。なんかまあ欠けてるわけじゃないとは思いますけどね。そのまあですね。あのー、割と、うん、ああ確かにみたいな話<ー>感じあ<ー>。ああ。は。 やっっててててきなてない、かけてるっていけるるうかなるほどね、うん、自分で実践してきてない話だなって感じがする。<ー>だって怒っていやいや言い合ってみたいなの<れ>本当多分人生の中で5本の指もいらないと思う。え<ー>多分それすごいあるかないや。子供の時とかあんのかな<ー>、うん、分かんないけど少なくとも大人になってからはもう全然ないですよ。 うんなるほどねじゃあちょっと、はい、怒っていきますかね <laughs> 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 まあねちょっと私は逆にあんまりそのちょっと怒る回数をうんまあ、うん、そうねまあうんでもさむやみには怒らないでしょ、うん、だってもうもはや近頃うーんそうなんのかなうん いいやいや、うん、結構むやみに怒ってるかなんそううね。何、うんうん、で怒りたいかと思ったかっていうのは最後に言うと、うん、やっぱね怒らないと超えられない関係性があるって気がしてるんで進まない関係性っていうのがやっぱりあってあ、ね、やっぱそこを考えたらやっぱ怒らないといけないなって、うん、いけないなってのも変なんだけどさ思うんだけど、うん、なかなか。 なんかあんまやったことないかよくわかんないなみたいな感じ、まあ、でもわかるそれはわかる私もそうね友,だ友達に怒ることってあんままず感情あんまないけどまあだから私の怒り先のは怒り先 <laughs> 怒り先 <laughs> 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 いつも怒りをぶつけてしまう人は <laughs> そのやっぱちょっと安心感があって。 で甘えててるる部分もあななっては思いますね、うん、なんか怒っても大丈夫みたいな、うん、だからそのそれが行き過ぎて無駄に怒っちゃうってことはちょっとある気がするからそこはちょっとごめんって感じなんですけどそうねうん、うん、からそうねうんそうねああなるほどななんか時間がちょっと過ぎてるけどそうです、ね、まあそうだねうん、うん、そんな言い方せんでいいやんか っていうことを聞いたり言ったりする側なんだよ。俺いろいろなんか相談をされたりしてさ、ねえ、そんな言い方せんでもいいのにねみたいな。なるほど、もうでもさ、いいんだ。その一貫性は捨てよう。なるほど。そんな言い方せんでいいのねって言いながら自分も怒ろう。ああ、その人に相談されたり違う違う違うの場面。あ別の場面でね。 人格的な一貫性をさ、はあ、そのもともとないんだからそんなものを、うんうん、捨てようなるほど怒っていきますいいんじゃないですかはい2021年怒っていきますはいいいと思います <laughs> <laughs> はい何の話やらすいませんねなんかねお悩み相談したみたいな感じです今日アンナさんにあそうですねうん、うん、怒りたいですというお悩みうん どうですかね。こういうのもめおメールいただいてもいいんじゃないですか。そうですね。うん泣きたいですとか怒りたいですとか笑いたいですとかね。すごい感情のスペシャリストアンナがお答えします。すごいよね。豊かよね感情が。いや本当すいませんって感じですよね。いやいやいや素晴らしいと思いますよ。うん。こうありたいとものですね。いやまあそうですか。はい。 <laughs> <laughs> そういうことで <laughs> では、はいえー、40分ぐらいになりましたんで、はい、また来週ということで、はい、来週もまた聞いてたもぺいぺいぺい。